はい、こんにちは。レトスのおのです。今回もお客様からいただいたご質問について解説していきたいと思います。で、今回いただいた内容なんですけれども、これ実は前回お伝えをした理解をしていれば問題文から答え導けますよ。たとえルールを忘れていたとしても答え導けますよっていうお話をさせていただいたんですね。それがどういうことを言っているのかを今回解説していきたいと思います。 で、まあ、今回お話しする内容っていうのは同時利口の抗弁権がついている債権これを自動債権として総裁することできませんよっていう話なんですけれどもそのルール忘れちゃっていたと忘れちゃっていたとしても答え導けるんだよというところをお伝えしていきます。でまず、まあ、問題文があったとして問題文がどういった状況なのか。 A さんは B さんに対して100万円貸していましたと。なんで A さんは100万円の貸金債権を持ちます。で、一方で B さんは100万円の車を売却しました。売買契約を締結しました。で、その際、この B さんが持っている代金債権、A さんが持っている引き渡し債権、これは同時履行にしましょうと。つまり、代金を払って、 同時に車を引き渡すというふうな特約だったとしますでこの場合 B から相殺をすることできますかっていう問題だったり、まあ、A から相殺することできますかっていう問題だったりするわけですよねでその場合、まあ、どっちだったっけってなるんです丸暗記している方っていうのはでも私みたいに理解をしている人っていうのはどっちだったっけってならないんですね 理解をしているからその理解に従って答えを導くことができるんですこれどういうことかというとまずこの図っていうのは書けないといけないんですね問題文見た時に書けなきゃいけないで総裁できそうなものはどれかというとこの債権とこの債権なんですよねここって総裁できないのは分かりますかこれ総裁の要件なんですけども総裁できる要件の一つとして 同じ種類の債権じゃないといけませんよっていう要件があるんですでこの代金債権と貸金債権っていうのはどちらも金銭債権つまりお金に関する債権なんですねこちらは貸したお金返してくださいと言える権利債権ですよねで債権っていうのは何かを請求できる権利と考えてくださいつまりお金返してと請求できる権利こっちは車の代金支払って と請求できる権利でどちらもお金に関する債権ですよね。で先ほども言った通りこの債権とこの債権は同時利行の関係にあるということです。なので、まあ、これについても、まあ、同時利行の公弁権がついている債権なんですけれどもこれとこれって総裁って、まあ、しないですよね、まあ、できないんですけれどもなぜかと言ったら今言ったように種類が違う債権ですよね。 なので、まあ、これとこれは総裁できないんですけれども、これとこれは可能性あるんですよ。これは可能性ある。で、ここで考えていただきたいのは、まあ、どちらからでもいいんですけども、総裁できると仮定した場合。例えば、B さんから総裁を主張して、総裁できると仮定した場合、どうなのかを考える。逆に、A さんから総裁を主張して、総裁できると仮定した場合、どうなるのかを考えます。 じゃあ B さんから総裁を主張した場合どうなるのかを考えてみましょう B さんからこれを使ってこれでこう総裁させるわけですよねこれとこれをなくすとした場合どうなるかっていうと A さんは引き渡し債権だけ残るんですよ A さんじゃあ引き渡してって言った場合 B さん引き渡さない可能性があるんですなぜかっていうともうこのお金 もうなくなってるわけですよ。なぜかというと、B さんはもともと A さんに対してこの貸し金債務を負ってたわけですよね。A さんがこの貸し金債権を持っているということは、逆を言えば B さんは貸し金債務を持っているわけです。つまり、100万円を返さなければいけない義務が発生してたんですよ。でも、総裁することによって、これなくなるわけじゃないですか。ってことは、もう B さん、お金に関する義務がなくなっていて、 車だけ引き渡したらいい。この義務だけしか残ってないんですよね。でそうなってくると、引き渡さない可能性が出てくるんです。お金はもらったけれども引き渡さないっていうことですよね。今回お金は実際にはもらってないんですけども、こことここで相殺させているということは、もう100万円はもらったってことじゃないですか。で、お金はもらったにもかかわらず、引き渡さないってことができるんです。 まあもちろん、訴訟を起こしたりしたら、引き渡しはもらえますよ。でも、引き渡してもらえなかったら、A さん困るわけなんですよ。だから、B さんから総裁を主張することはできませんよ。こっちから総裁させてください。B さんが A さんに対して総裁させてくださいっていうことはできませんよっていう話です。で、これを法律用語で言うと、同時履行の公弁権が付着した債権を 自動債権として総裁を主張することはできない総裁することはできないというふうになるんですね自動債権自ら働きかける債権って書きますよねそれっていうのはこの債権です総裁ささせてててくだいいっっ主張するる側が持っているが持債債権権自動なんですで逆に総裁される側の債権って受け身ですよねこちらを「受動債権働きを受ける債権って書きます なので、今言ったように B さんから A さんに対して総裁を主張することはできないことは分かりましたね。じゃあ逆を考えましょう。A さんから B さんに対して総裁することは可能かというと A さんは自らこれで消すわけじゃないですか。自らの意思でこれ消している。結果的に引き渡し債権だけ残って引き渡してもらえない。というのは これは A さんは自ら総裁しているわけだから、これは自らの不利益 OK と思ってやってるわけですよ。もうこれは受け入れているってことなんですね。つまり引き渡してもらえないってことは、受け入れた上で総裁を主張しているわけだから、これは別に OK なんです。だから A さんが持っている債権を使って総裁を主張することは OK。つまり言い換えると、同時利口の公弁権が付着した債権を 受動債権として総裁することは可能なんです。A さんから B さんに対して主張するということは、A さんが持っているこれが自動債権、貸金債権が自動債権で、B さんが持っている代金債権は受動債権、受ける債権ですよね。これは OK です。ポイントは、相手方の利益、これを勝手に奪うことはできないんだってことなんです。だから B さんから A さんに、 働きかける。つまり、総裁を主張するっていうことは、A さんが車を引き渡してもらうことができないっていう不利益をこむる可能性あるわけですよ。つまり、利益が損なわれるわけですよね。これはできませんよ。B さんは勝手にその利益を奪うことはできませんよ。っていう話です。まあ、そうすると、今回のテーマでもある、同時利口の公弁権が付着した債権を自動債権として、 相殺することはできないっていう理由が分かりましたよねで理由が分かると答えもおのずと導けるという話ですだから私自身もこの同時利口の公弁権が付着した債権を自動債権として相殺することができないっていうのは私は覚えてないんですよ覚えてないけれども問題出てきた時にパパッと具体例考えてああこれはできないなとかああこれはできるなって答え導いてるんですね だから覚える量が少なくなるっていう話なんです。これが理解学習の大きなメリットの一つなんですね。で実際、個別指導でもこのような解説をしております。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、もう理解学習は必須なんで、ぜひ理解学習を実践してみてください。で、自分自身で理解学習難しいな。まあ、こういった内容っていうのは専門書を見ていただいたら載ってるんですけども、なかなか専門書で調べること難しいな。 そういった方は是非個別指導をご検討ください今からであればあなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいですで個別指導はこの下の説明欄に URL 貼っておきますので是非ご覧いただければと思いますあなたの受講をお待ちしております卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう